完敗だったんだね、本当に。王者集結、ライト級戦国時代へ。だからこそ本当、負けたら次はないって。居場所がね、なくなるかもしれないって、瀬戸際。まさに崖っぷち。クレイジービーのお祭り男、谷地祐介。4年前のライジンデビュー戦から、ド派手な KO 連発。日本ライト級の伝説、五味隆典からも勝利、エースの座を継承。いやもうこれ、俺、なんじゃない曖昧じゃん。日本の格闘技を引っ張る逸材と期待されるも、その後、黒星を重ねる。じゃねえ、男だろ。もがき苦しむ中での一筋の光明、それは武術。考えるな、感じろ。右足前です。試合の中でも強くなった実感めちゃめちゃあって、自分でもそうワクワクしますよね。成長を確かめたい試合で。すぐ試合終わって次の大会も出させてほしい、お願いしに来て。対するはディープライト級のハードパンチャー、アイアンスパイダー大原樹里。プロ10年のキャリアで47戦をこなす鉄人ファイターは、鋭い打撃で KO 量産。やっぱ理想の自分になるための修行の道半ばなんで、勝って結果残さないと。かつてのキリンジ、30歳にして大ピンチ。もう負けは許されない。生き残るか、お祭り男谷地祐介 VS 大原樹里。